ナナ、ナイストス。まあな。切った。王子様の隣には王子様。それがいいじゃない。どうどい。ちょっと。おい、大丈夫か。セリロ。今見せてくれてサンキュー。死ぬな。あちゃん、私。覚えてない？七島が突っ込んできて下。ああ、そうだった。すんごいクリティカルにぶつかったよ。私の名前はセリヌ・マカイ、高校2年生。というかバレバレです。いわゆる不女子というやつです。イケメン同士が仲良くしているのを見ている。同士の熱い絡みを見ても胸を熱くしながらカップリ。なので私にとってはクラス。七島ってやっぱりミラサガの塩に似てるよね。失礼します、セリヌマ先輩。大丈夫そうならベッドを開けていて。他に具合悪い子がいる。篠宮くん、今出ます。1年の篠宮くん、保健委員会で一緒なの。それでカイちゃんのこと知ってたんだ。なんか美少年だけどきついね。あれ、セリヌマさん、どうしたの？その顔。はい、体育でちょっと。あ、大丈夫？全然。はい、すみません。よかった。カイちゃんって何気にイケメンに縁があるよね。大丈夫？あ、うん。すっげえ派手にぶっ飛んだから心配。ナナ、なんだ。謝れよ、ほら、お前のせいだろ。悪かったな。いいよ、七島くんは大丈夫だ。俺はお前の肉布団のおかげで無傷。ぜナナ、お前は。いったとにかく、ごめん。おーちょ、見た？七島がやったことなのに、五十嵐が謝った。ほら、ナナ、ガップルだよ。黙れよ。どえイケメンと縁があっても私とじゃ意味がない。今日のミラサガシオンのメイン会だね。超楽しみ。実況メッセ送ったらごめん。そう思ってたの、あの日まではこいつは強いぜ。面白いシモン。嘘だろ。シアもお休み、大丈夫かな。帰帰、閉じこもってないでいい加減出てきな。ご飯も食べないで、もう拓郎、あんたどうにかって飯食え。デブ保てなくて死ぬぞデブ。いやー、母じゃねえよ。母ちゃんに心配かけてんじゃねえっつーの。分かったよ、髪の毛ベトベ。何？何のポスター？あれ？おっさん！ただに雇われてる！こんなこと、あれ、けど、現実なのだから仕方ない。ただ、すっごい見られてる。変かな、制服。サイズ無理やり合わせなくてごめんね。スマホ壊しちゃった。の声、もしかしてカイちゃん？嘘だろ、セリヌマ！おっさん！なんでなんで何が？やめろよ、怖がってんだろ、落ち着けってみんな。痩せて可愛くなるとかやべえわ。七島、七島ウケるわ、マジそこそこイケてんじゃん。でも元はあれだもんな。あれ、七島くんを見るとシオンを思い出しちゃう。何してんだ、走るなよ。篠宮くん、ごめんなさい。ま、待って。そうだ、転んだの、保健室に行かないと。どうしたんです、その毛。いや、木から降りられなくなってた猫を助けた。何やってんですか。セリヌマさんこそどうした。何、篠宮くん。な、え、うん、セリヌマさん。嘘だー。見先輩くらいですよ、すぐ分かってくれたの。だって、優しいところは変わらないじゃない、セリヌマさんだよ。ありがとうございます。セリヌマさん、次の日曜、映画とかいいか。先輩、少しお話いいですか。まあ、セリヌマさん、ちょっとお話。変わらないはず。どうかな。可愛いけどやっぱデートにしょ。で、また文句言わない。いや、しかしデートか。今俺がセリヌマさんと話してんだ。相変わらず手早いな、お前。先ほどの失礼を謝りたくて。この前貸してもらった本の続き貸してくれない。で、なぜか全員一緒に行く。乙女芸かっていうか、なんでいきなりこんなことになってんの。いやー、だって男子がほっとかないでしょう。まあいいじゃん、彼氏作りなよ。彼氏という新ジャンルにも会えるんだ。カエちゃん、いけるよ。無理ゲーだよ、二次元じゃないと無理。あ
ちゃんは彼氏におたばれしてるの？やだ、してるわけないじゃん。バレたら終わりだよ。美しい、完璧な、このまま永遠に。セリヌマさん、ごちごち。遅れてごめんなさい。いや、全然。かわいい。よし、今日は妄想一切ダメ、絶対。とか、夕方に。やべ、超つまんねえ。眠。うわぁ、必死しすぎてて、全く内容覚えてない。全然、くだらなかったですけどね。これ、使って。結構です。でも、鼻水が辛そうだし。妄想ダメ。しっ。五十嵐。ちょっとだけ来て。なんで？五十嵐くん？どうしよう。なんだか、すごくドキドキする。笑って。ちょっと待ったー！うひょー！人間国宝、人類の…ドキドキリア充だったのにー！私ってやつはー！いけない。こんなんじゃ、本当にいけない。ゼリヌマさん、なんか大丈夫？顔色が少し優れないような。疲れた？カフェでも入って休もう。ミラサが当店限定グッズ、今月限りで販売中。発売10分で完売したというあの幻みたい。確かめた、あばよくば手に。おい、セリヌマ、マジでどうした？はい、ダメ。少しで乗り切れるんだから。もう限定品残り1つ。行かなきゃ。セリヌマさん出てきた。ごめんなさい。実は私、オタクなの。ああ、うん。こうやって誘ってもらえて、普通にデートしてみようって頑張った。ダメだった。だな。全部水の泡だ。ボロは出さないように緊張しちゃって、ちゃんと楽しむ。本当にごめんなさい。ごめん。わかんないんだけど、何が問題なの？好きなものがあるのは、いいことじゃないの？それにセリヌマさん、今すごく目がキラキラして、その方が全然いいよ。気にしないで。次はセリヌマの行きたいとこ行こう。みんなありがとう。よっしゃあ、どうぞ。セリヌマ、今度の赤点取ったら夏休み補習だからな。2週間、夏休みはないものと思え。あとの実力テストの結果がめちゃくちゃ。英単語の暗記と古文の現代語訳、アホでしょ。ご乱心ぶりがよくわかります。2週間も取られたらミラサガのイベントと当たっちゃう。つびすっぽ。セリヌマさん、日本史は問題ないよね。特に不安なのは何？まず数学、あと物理も。俺でよかったら見てあげようか。お願いします。俺らも教えてほしい。図書館もダメ、ファミレスも当然ダメ。こうなったらさ、セリヌマさんちってどうかな。問題はこの期待をどうするかだな。リアル男子の前ではとりあえず。しかーし、そういう時のためにアンドアンドイン。かえお茶持ってきたわよ。ちょっと何それ、どうしちゃった。なら、マナーよマナー。セリヌマ先輩らしい部屋ですね。つーかさ、なんでお前。まあね、普通女子の部屋って言ったらちょっと、あ、卒アル一緒に見たりとか。いや、前のセリヌマ先輩じゃないですか。こう、布団をちょっとめくって、下に入っちゃったんですけど。あったよ、拾うよ。ポヨのポップを譲ってもらったの。普段は飾ってるんだけど、今日はしまっておこうと思って。ザクロ、おかえり。今カエの部屋、お客さん来てるからよ、4人も。はあ、そろそろちゃんとやろうか。よし、やるぞ。お前ら、おう、お前ら、そこの4人、こいつは超強烈なドオタクなんだよ。あ、知ってますか。大丈夫です。兄ちゃん、何なの。みんなお兄ちゃんみたいに心狭くないんだから。これを見せばいい。ほらな、決めんだ。桃が嫌いな女子なんていません。勉強するんで、そろそろ。